ありがとうございます。どうもこんにちは。僕らモク&ハリスとヨッツバーケンケンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ご紹介にもね預かった通り、あの懐かしいフォークソングとか昭和歌謡演歌などをね、混ぜてごめんなさい、ちょっと滑舌が悪いなちょっとご許しください。織り混ぜてねやらせていただきます。楽しんでいただければ、幸いでございます。それではよろしいですか。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。四つ葉けんけんさんからです。大きな拍手でお願いいたします。Thank you.
「こんな困る病気の」
待ち遠しいですよね。ねえ、もうそろそろ花粉の時期で僕も花粉大変なんですよ。皆さん花粉大丈夫ですか？大丈夫ですか？花粉症じゃないですか？ね、来週の木曜日ぐらいからまたね、濃くなってきて、飛び出してくるみたいですけども、春の曲をね、2曲ぐらい、午後にやらせていただきます。題名は言いません。多分ご存知の曲だと思います。かなり有名な曲なんでね、はい、歌ってください。Oh, yeah.
Yeah.
スイングアウト、ね、スイングアウトっていう言葉ってご存知ですか？あんまり知らないでしょ。スイングアウトってどういう意味ですか？アウト。お約束ありがとうございます。モコさん、あのスイングアウト。大声で。大丈夫ですか？はい、何でしたっけ？なんで？大声で歌。大声で歌です。スイングアウト、ね、まだあと2曲出てきますんでね、大声で、あのマスクレッジではございますがね、大丈夫ですか？いけますか？大丈夫ですか？はい、ね、来ました。ちょうどよかった、僕らの番です、ね、演歌を生かさせていただきたいと思います。演歌の、ね、大御所でございます、あの石川さゆりさんなんですけども、石川さゆりさんといえば、あのリクエストにお答えいたします。何でも言ってください。やらさせてもらいます、ほんまに。はい、天城越え、はい、天城越えと、あ、津軽海峡冬景色ですか。ありがとうございます。それではデスタイナルリクエストにお答えしてもらって良かったですね、違う曲が曲がなくて、はい、それではリクエストにお答えさせていただきます。Oh, no.
Thank you.
Thank you.
聞こえてないんですよ。らしいです。もっともっと聞きたいです、声。皆さんの声。ケンケンさんも聞こえてないですよね。だいたいね、僕らずっとこう座ってつらいんですよ、これ。お二人がね、どこに呼び立ってるので、僕らこれずっと。僕ら歌ってる時ね、よく聞ながらですもんね。同じしているから。ね、はい。あ、ね、アンコールありがとうございました。あと10分ございます。はい、それでは。この手元にある曲をやらせていただきたいと思います。三崎めぐる。これをキー、ね、今日は男性の方も女性の方もやはるから、このキーで歌えるかな。赤いって言われても面白くないすいません大丈夫です、はい、行きました。それでは皆さん大きな声でお願いいたします。Bye.
ました。ね、今日本当にお忙しい中ね、おいでいただきましてありがとうございました。ね、また皆さんお会いできる日を楽しみに。はい、また楽しみにしておきたいと思います。はい、ちなみにね、僕らね、モコアンドハリスと言いまして、2021年の1月に結成しまして、今年で4年目になります。ちょうどね、コロナ禍の時にね、結成させてもらって、覚えてますか？コロナ禍の時に、ちょうどね、発症したのが、バスの運転手の人がね、一番に発症した。僕らね、現役のバスの運転手なんですよ、実は。某ね、ありがとうございます。某奈良町。バスの運転手で、ね、よくね、そのコロナ発症した時に、奈良のね、バスの運転手といえばやっぱり、奈良交通っていうふうに思われるんですよね。よく言われましたよね、お前とこ違うんか。ね、電話から来た。電話から来たりした。電話出たから、あ、違うんだったか。ね、うん、でも、お前やったんですね。今は治りましたけど。はい、どうもありがとうございました。それでは最後の曲で、素晴らしい愛をもう一度皆さんで合唱して終わりたいと思います。ありがとうございました。喋れると今、はい、素晴らしい愛をもう一度、はい、
もありがとうございました。